ごめんなさい、シオン。辛い思いをさせて。でも、あなたが、二人。あそこに座っているのは、私じゃない。あの子たちのために作り出された巨像。幻よ。ここは、私の妹。セシリーとキャスのためだけに作られた世界。コスモスのエンセフェロン構成能力を介してあなたたちに見てもらっているの。でもなんだか幸せそうだな。これでもあなたにはそう見えるのかしら。ここはあの子たちを捕らえる檻なの。ゾハルを制御するために人が作ったシステムによる呪縛。でもあの子たちにとっては現実の世界そのもの。ここから解放してあげてほしい、妹たちを。お願い、レアリエンの未来のために。レアリエンの未来。レアリエンだけではないわ。人も物も全ての意識が存続するためでもある。私やフェブが存在できるのはこうした意識の世界の中だけ。実在の世界にはわずかな時間しか干渉できない。だからあなたたちを呼んだ。未来を変えるために。未来を変える。見て、ミルチア宙域を巻き込んだ局所事象変異の源。今見た光景はそのウドゥンと本来あるべき姿となったコスモスとが出会った時に起こる未来のビジョン。ウドゥンはじき目覚める。彼を目覚めさせようとする者たちと彼を求める者の意識を。覚めるのか、奴が。今見た未来は無限にある可能性事象のうちの一つ。でも決定されているわけじゃない。新たに生じたわずかな波が全体に波紋を広げることもある。事象は刻々と変化する漂う波のような。その波が私たちだというの。その前に、そのために過去と向き合ってほしかった。でもまだ無理なのね。ごめんなさい。なぜ私たちなの。あなたはグノーシスと直接接触した。けれどあなたはあなたのままでいる。だからいずれ話せる時が来るわ。
全ての始まりであったあの場所、ミルチアへ行けば。そうすれば。待って！解除します。おはようございます、シオン。どうやらみんな帰ってこれたみたいだね。主任！よかった、無事で。アレン君？